黒井明5月27日から1933年3月10日は日本の海軍軍人。水上危機器長としての富士着水時の行動で責任感の勘と称えられた。後に殉職し、最終階級は海軍少佐。山形県出身。米沢藩士族の出身で、ひいばばは国事音書で知られる黒井シュゲルの父は松江高等女学校校長。 黒井左元太。父の弟が黒井定次郎である。富士津市中を経て海軍兵学校51期を卒業。1924年12月、海軍将尉に任官。豊畑栗優、木梨孝一工藤俊作らが同期生である。黒井は霞ヶ浦海軍航空隊飛行学生を卒業し、搭乗員となる。1925年12月。 海軍中尉に進級し、横須賀海軍航空隊輸を経て、1927年12月、水上規模艦、ノトロ乗組となる。1929年4月、演習中に登場機の発動機故障により、チェジュ島沖に、不時着水した。小船、カトリマルが、偶然、クロイラを発見し、救助にあたる。風速25メートルの高天の中、 黒井と商船の意思疎通は阻害され、商船員は手を下ろして救助に向かい黒井木まで近づいた。しかし、黒井は気を捨てて身柄のみ救助されるのは辞退すると述べ救助を断る。悪天候の中、商船に飛行機を栄光することは不可能であった。黒井ら搭乗員は翌日未明まで気を守ったが、午前5時、近くに転覆。 黒井機登場員は鶴葉兵装が殉職し、白川兵装と黒井は潜水艦に救助された。この黒井の行動は海軍飛行将校の責任感の艦と称えられた。なお、小船員の決死的行動も海員として模範的なものであり、現地に泊まり黒井らを救助した潜水艦に緊急信号を発信している。連合艦隊司令長官谷口は、 敬意を記述するよう黒井に進めたが、黒井は断った。同年11月、霞ヶ浦海軍航空隊教官となり、海軍隊員へ進級。1932年中旬、アタゴ乗組となり同艦飛行長となる。翌年連合艦隊家ホーム演習に参加し、3月4日の八艦飛行演習中に、高知県室戸岬沖で行方不明となる。 海軍省が認定した巡職日は3月10日であった。同年、白川平壮は五島列島付近で巡職した。ただしこの事故は敵に攻撃されたものではなかったため、戦死扱いではない。黒いら海兵51機の航空機での巡職者は14名で、ある。米沢海軍武漢会会員。海軍少佐、黒やキラジョの件、あたご機密。 第25号の78.31590式2号、水上偵察機アタゴ第1号遭難事故調査、報告、ありがとうございます。